おはようございます。今日はね、赤城山の鈴ヶ岳登っていこうと思います。今帰り道ですね。山頂付近はね、あんま景色良くなかったんですけど、途中でバーッとこう大沼とか見れるとこあるんでね、ぜひ最後まで見てもらいたい。どうぞ。はい、新坂平っていうのかな、駐車場ですね。ここから登っていきましょう。結構広い駐車場なんですけれども、まあ、トイレがないからかな、あまり車は止まっていませんね。はい、登山口はすぐそこだと思います。ここが鈴ヶ岳登山口ですね。すぐそこにもね、駐車場があったみたいですね。で、ここが牧場です。はい、登っていきましょう。稜線に出ましたね。稜線に出たんですが、ちょっとね、雨が降ってきちゃいましたね。雨、さっきまでもちょっとパラパラっと薄く降ったり止んだりはしていたんですが、どうなるかな。ちょっと頂上まではやめちゃうかも。鈴ヶ岳6、ちょっと高くなってますね。もしかしたらここが乳母子山かな、かもしれません。はい、どんどん行きましょう。気がつけば、わあ、ガス上がってきてますね。駐車場あったとこはもうすっかりガスの中ですね。あれ、これ早く行かないとあれが来ちゃいますね。ちょっと急ぎましょう。いや、無理だな。疲れた。疲れたから無理かも。はい、桑柄山ですね。大沼。ああ、ガスだいぶ上がってきましたね。ただ鈴ヶ岳はまだ大丈夫かな。あれかな、鈴ヶ岳
ここより低い気がすんな。でこっからだいぶ下った後に登ることになりそうですね。はい、どんどん行きましょう。安部に到着ですね。鈴ヶ岳 0.4km、 大田和っていうのかな、さてじゃあザックはデポしていくかな。あー静か、雨が降る前に行きましょう。岩場ですね。一応ロープもあるけれど、そこまで難易度は高くないかな。よいしょ。大丈夫そうですね。よいしょ。あ、ちょっと岩がね続きますね。山頂もうすぐかな。あそこが山頂だと思うんですよね。ちょっとだけ岩が続きそうですね。あ、ピンクテープ、ピンクテープありましたね。ちょっと今ね道を見失って、まあ、落ち葉が積もってたのもあってあまり歩かれてないみたいですね。よいしょ。 あとはやっぱりアイゼンの後ぐらいですね、参考になるのは。でもうちょっとで山頂だと思います。最後の最後のこの急坂、ちょっと岩が多いんで大変ですが、はい、もうすぐで山頂です。来ましたね、鈴ヶ岳。あれ、ちょっとだけ眺望がありますよみたいなことが書いてあった気がするんだよな。よいしょ。あっちかな。
あれが地蔵岳かな。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると大変ありがたいです。それではまた次の動画で。